やっぱ UR かっこいいよな。全部この仕様で欲しかったね。マジガチライダー。もう見れば見るほどそう思わない。普通のさ、ノーマルとかもまあいいんだけど、でも、この UR の仕様。せっかくの自分の推しライダーだから、せっかくのさ、推しライダーのこのシールをゲットできるので、あれはこの最高峰の、ね、クオリティ、仕様で欲しいよね。これ、クーガとさ、いや、一応、やばくない？これ、ほんと、ずっと見てられるんだが、めちゃくちゃガチクソ、オリスかっこいい。で、今回も、とりあえずシークレット出したいね。シークレットもう一種あるからさ。あと一枚出てないシークレットを目指して、とりあえず、行こう。シークレット出れば、今日は勝ち。いやー、これ本当未開封ボックスで開け、どんな感じの内訳なんだろうね。まあ、同じニホルメシリーズだから、他のやつを参考にすれば。まあでも、シリーズによって違う時もない、たまに。まあ気のせいかな。いや、だからライダーはライダーのやつで開けたいんだけどな。超人気だね、やっぱね。仮面ライダー。そして、持ってない。ウィザードが初だ！やったー！やっと来た、ウィザード。初発。うわ、これも UR 仕様だったって考えたら震えない。やばいよな。これだけでもかっこいいけどさ、ノーマルでこのかっこよさじゃん。これがもしね、UR だったらさ、絶対やべえよな、この仕様。クーがやべえ、マジでかっこいいな。いや、超、いや、マジ楽しみ、ほんと。第2弾とか第3弾でさ、今回 UR じゃなかったライダーたちが UR で来るかもしれないし、昭和ライダー。RX！ ブラックとブラック RX、あとシャドウムーン。シャドウは敵だけどな。シャドウムーン欲しいな。のびこ。のびこめっちゃ、いや、楽しいな。シャドウムーンとかね。で、お？お？キバだ！うわ、キバ何この躍動感。すげえ。めっちゃめちゃ躍動感あるキバ。かっこいい。キバのシールすごいよ。え、待って、こんな躍動感あんの？キバのシール。これじゃ分かんなかったね。キーボー結構普通なんだけどな。あ、こういう風になってたのか。こうか。こういう感じか。わー、騙されたね。まさかこうだったよ。こんな躍動感あるシーンだったんだね。あと、デイオーも出さんだね、デイオー。デイオーもディケイドも、ダブラでね、オーズも出てるでしょ。宇宙来たー！来たもんね。オーズも来たし、ウィザードも今来て。あ、ドライブ出てねえか。ドライブ、エグゼイド。うわ、グランドジオと。あと、ビルドのジーニアスだね。あ、02も出てないわ。あと、リヴァイとバイスも出てないし、ギーツも出てないか。リュウキも響きも、ブレイドも出てないな。ファイズも出てないし、結構出ないのあるな。どうせだったらガチでさ、この基盤をこの UR 仕様で欲しかったよね。本当に、いや、本当かっこいいな、UR。これやばくねえか、マジで。UR 仕様。すっげえ、どのアングリングから見ても完璧だもんね。いや、ほんとかっこいいわ。まあ、キバね。初ゲット。あざっす。キバ初ゲット。いやー、シーゲット。絶対ガッチャードだと思うんだよね。ガッチャードの、いやー、違うかな。いや、なんだろうね、シーゲットね。まさかの RX とかだともう爆笑だけど、嬉しいけどね。嬉しいけど爆笑だよね。ブラックサンドかだと思うし、ブラックサンドめちゃめちゃ面白いよね。アギト。おー、来たー。熱々。バリかっけーな、アギト。アギとキバでクーガ。これはちょっと並べるしかないっしょ。これも、うわ、マジでか。見て、この並び。うひょー！すげえ、めちゃくちゃ、全部これが良かったね、この仕様ね。キバ、アギと、で、クーガ。素晴らしい。いや、持ってるのに来まくる、持ってるのに来まくる。やったぜ！すげえいい感じ。アギと。初発生。よしよし。やべえ、めっちゃ欲しいぞ。これマジでシークレット出るかも。ただシークレット出るのまだまだコンプだから、いやー、コンプできるかどうかちょっと、無理かもしれないね。探すのがね、いや、ライダー、超人気だからさ、ないんだよな。ネットで買えねえかな、3ボックスぐらい一気に。ダブルね、かぶりかぶり、ダブルかぶり。ダブルは初かぶりだね。前回かぶったのがオーズ。で、今回ダブルか。あと、一ノ瀬と工藤もかぶってね。この UR によってね。UR もかぶりあるかな。これ面白いシールだったよね。人物も来るっていう。そうすることによって倉田哲夫さんの可能性もね、シークレット倉田哲夫さんのね、孝太郎のシールが来るかもしれないから。いやー、楽しみだね。
まあ、ちょっと来る確率は低いと思うけど、俺は待っているよ。やっぱ RX ブラックとね、ブラック RX ファンとしてはね、待ってるよね、コウタロウをね。そして出てる、来た、初ドライブ。やっと来たか。待ってたぞ、ドライブ。オッケーオッケー。すげえな、これも URL で、いや、ほんと全部 URL で欲しかったよね。まあ、次回 URL で来るかもしんないから、待って、ね。期待して待ってようぜ、2段を。そしていや来ないかな。今日はね、シークレットを出したかったんだよね。できればシークレットを出して、あれハサミ、あ、おかげ、シークレットを出して次回につなげたかったんで。あ、ギーツも見たいよね、早くね。ギーツの超かっこいいからな、ちょめちゃめちゃ楽しい。なんだけれどもって言っている、新1号かな。かぶったけど嬉しい。いや、これね、かぶったけど嬉しいね。全然ありがとうございます。かぶったけど嬉しいね。おー、UR かぶった。今のところ UR はね、この、さっきの一ノ瀬と工藤のシール UR と、この新1号、マッスライダー、この1号のね、シールがかぶってるということで。UR 結構、いや、いいのかぶってるかもね。ほら。あと、クーガもかぶりたいね。どうせだったら、クーガも被ったら嬉しいな。クーガ被んねえかな。いや、コンプリートまだまだだけど、仮面ライダー C1 号ね。ちょ、いいシールたくさん埋まったからよかった。今回初シールもたくさん来てたしね。ありがとう、新シールが埋まったぞ。で、次回また、いや、今日で終わりかもしれないけど、次回またね、探し出して買っていける。でも、なんとしてもシークレットを出したよね。あと、オシロライダー、デンウォー出てねえしな、デンウォー。あとは、リュウキもファイズも出てないもんね。ブレイド、響き、デンウォー、で、ディケイドも出てないか。オーズ、フォーゼで、ウィザードさっき出たもんね。ウィザード出て、で、ガイムも出て、ドライブも出て、ゴースト、エグザイル出てないね。で、さっき言ったこの辺も出てないし。うわ、まだまだな、コンプできるかな。あと、シークレットも出てないからね。シークレット。あと1枚なんだ。あと、ガッチャードの UR も出てないわ。ガッチャード UR もってシークレット絶対、シークレットガッチャードだよな、絶対な。それがホッパーワンとかだとケミ来てるってちょっとわかんないけど、絶対今のライダーのやつ来ると思うから、ガッチャードだと思うんだけど、あ、もしかしてあいつかな。いや、それはないか、さすがに。来るとしたらガッチャードだよな、絶対な。よし、それではまた次回ね、次の開封動画でまたお会いしましょう。次回はワンボックスあればいいけどな。いや、楽しみだな、これ。コンプリートするの。まだまだ技術も出てないしな。技術やっぱちょっと少なめになってるのかな。前のね、直近前のやつだから、ガッチャの技術はちょっとレアになってるかもしんないね。でも技術入れないとバッファとかも欲しかった。俺バッファすごい好きなんだよな。バッファとかもいて欲しかったな。まあ、それはまあ2段3段で応用来ると思うからね。